で、マップなんだけど、ここか、あれ？アイアムヒアなんだけど、こんなところにいたの？パワーオフサブウェイドアーズ。あ、え？これさ、マップが全然見えねえんだよな。この角張りは何なんだろう？壁のことかな？ちょっとさっぱりわからねえ。これ、またいちいちアイアムヒアしていかないと大変だな。また地図見すぎ死ねって言われちゃうよ。だってわかんねえんだもん。ほんとね、本格的方向音痴だからさ。この辺だよね。マップ的に。そうだよね。これが開くのか？え、これまたさ、何も言われてないけど、これ鍵が壊せるとか、そういう感じ？ちょっとこれさ、説明しろって。それは説明しないとダメだって。で、エレベーター。エレベーターコールスイッチ。大丈夫かこれ。エレベーター。降り方がさ、グッていくんだよな。これお腹ヒュッてしちゃうやつだよ。これさ、炎で焼かれて死ぬのかな？地獄の豪華をその身に刻む感じか？ん？君はセキュリティの操作手順を確認しておいてくれ。この声の人、あれだね、ちょっと名前わかんないんだけど、名前わからないし、あんまり作品知らないんだけどさ、これ操作スイッチじゃないの？ちょっと暗いんだけど、正気か？これ。あ、もっと下があんのかな？ちょっと暗黒世界で全然わかんないんだけど、もっと下があんのかもしれないな。あれ、あれ？ちょっと上行っちゃうんだけど。完全にこれ下だよな。昔やったね、映画であったマトリックスのなエージェントの声してる人だよね。エレベーターコールスイッチ。これじゃねえもんな。マップでわかるかな？ん？マップちょっと難しくてわかんねえな。下ボタンでクイックターン。クイックターンはできてもしょうがないんだな、これ。あれ？上にしか行けない。あー、危ない。今エレベーターコールスイッチをやったから何か変わったのかな？そうとしか思えないんだけど、もう一回これいじれる？どうなってる今？上になってる。下になってる。上になってるし、下になってるし、だけど特に動きがないんだよな。でも敵が出てきたってことは、それで進んでるってね、思うしかないよね、今となっては。で、いきなり撃ってきてるんで、OK。敵が出たってことは、まあ、進んでいると認識していいと思うんだ。このゲーム。ただ、いけるようになったかどうかっていうのはわからないよね。I am here。パワーオフサブウェイドア。と、もう一個のインフォメーション。どこかにあるはず、探せって言ってもな。ここが閉まってんじゃしょうがないんだよな。なんか手榴弾で、ね、扉とか爆発できたらそれはそれで、いいと思うんだけど、そんな情報も特にないしね。無限湧きとかじゃねえといいんだけどな、このゲーム。無限湧きではなさそうだね。ということは、あそこに来て敵が出てきたってことは多分進んでるっていう認識で多分いいと思うんだ。なので一旦、これなんだかわかんねえんだよな、このアイテム。手榴弾？はい、はい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 。5発ぐらいでいいかな？多分。本当はヘッショがいいんだろうけど。はい。クラビッチだ。まあ、クラビッチについてはね、なんかノー、なんかノーインフォメーションだったから、しょうがないと思うんだけど。こっちまで行ってなかったか。
お、クラビッチ。あ、あ、なるほどね。アーマーがいっ、ん？死にたいの？構わんよ。ここから一気に近づいて。よし。あ、しゃがんで、危ない。ん？待てよ。今なんか良さそうな武器があった。立って。大丈夫、しゃがんで。これでいい、大丈夫。もう一人。立って、撃って、終わり。立って、撃って、終わり。もう一人いる。立って、撃って、はい、終わり。OK。あー、危ない危ない。俺はね、リロードがしてほしいんだ。あ、リロードも OK か。ショットガン、これこれこれ。俺見逃せなかったからね。もうショットガンが手に入った時点で、このゲームからのクリアですね。サイフォンフィルター缶、どうもありがとうございました。と言っても、これ、ミッション長えな。一つのミッションが結構長いかもしれない。まずい。あ、これが？コミュニケーションアレイ。何も起こらないんだけど。ぶっ壊せってこと？フラビッチと通信機は始末したが、送信アンテナが見つからない。なるほど。壊せそうなものはどんどん壊していって、良さそうだね。まあ、どれが壊せて、どれが壊せないのかっていう判断はね、俺次第なんだけど。これはね、ちょっと操作癖あるけど、面白いですね。なんだ、癖もあるし、正直ちょっとまだ何と戦ってるかわかんない。俺がまたいきなりね、この場に放り出された感は大きいですけど、なかなかやってるこっちとしては面白い、いいと思います。1,2,3,4,5 あ、まだリロード。よし。まあ、5発ぐらいね。5発ぐらいで。まだいる。5発じゃちょっと心もとないか？ 6 発くらいにしとこうか。まあ、それやってると弾どんどんなくなっちゃうんだけどね。で、クラビッチは死んだから、あれ？クラビッチもう死んだの？I am here. あとはキル、なんだっけ?ローマーか。ローマーをぶっ飛ばすには、サブウェイドアをいじくらないといけないのかな？それともさっきレバー引いたからもうあれでいいのかな？あ、敵いる？いけるようにはなってないよね。ロックとだもんね。ちょっと初期、一番最初の面で詰まるのは、きついな。まあでも大体、まあそういう、はい。大体そういうもんだとはね、思ってますが。よし、オッケー。弾をくれ、弾を。こっちはもう何もないと思うんだよね、でも。まあでも敵が、もし出てくれば、いるもの、敵ね、いるものとして、情報があるものとして捉えないといけないけど。あっぶね、あぶね、あぶね、あぶね。このゲーム燃えると死ぬからな。燃えプロだからな。何もないもんね。まあ何にもないかどうかってちょっと怪しいものがあるけど、ちょっとあんまり音楽も激しくないし地味な感じはするよね。これアーマーでしょ？ちなみにほらアーマーマックスでしょ？なるほどね。ダメージを食らいすぎるとアーマーがぶっ壊れて、そこからダメージが一気に入り込むという感じになるのかな。まあそれでもね、今の FPS に通じるものはありますよね。なかなか、なんだろう、先を見据えたシステムだと思いますね。スムーズだと思います。
リアルかどうかはね、一つ置いとくとして、とってもスムーズにね、あのゲーム進行ができるんじゃないかなと思うんだけど、問題はやっぱりあそこですね。ちょっとね、なんかサブマシンガン使いそうな、サブマシンガンじゃねえや、手榴弾使いそうなね、感じがプンプンするんだよね、さっきから。なんか壊さなきゃいけなそうなね、匂いを感じるんだよね。普通に行ければいいんだけどな、あ、これじゃないな。ちょっと画面酔いそうだな。ね、ここ降りるしかないんだもんね、まず。まだ敵が出るかもしれない。ノーターゲット ?OK? あのレバーがね、全く意味がないんだよね。一応マップは切り替わってるんだけど、そこからね、さらにガチャガチャいじることはできないからね。どっち向いてる?なんかこっちが開きそうな感じ?どこ向いてるか分かんないんだよな。行けるところがね、ないんだよね。黒いところは基本的に壁と認識していいみたいだね。なんか打てそうな感じもするけど、じゃあちょっとこれ使ってみようか。これなんだかよくわかんないんだけど、使えない。ん?なんだこれ。ん?ロープ?何これ、なんだろうこれ。手榴弾ではないことは確かだ。このね、エレベーターがね、上にしか行かねえんだよな。上下にしか行かない。あ、これ何に使うんだろう。説明書読んだ方がいいかな。大体、まあ、この手の説明書には、ネタバレがね、多くあるんで、できればね、そういうの使いたくない、読みたくないっていうのがあるんだけど、あ、これなんだろうな。なんかこのキャラクターが特殊部隊系のものだから、なんかフックショットみたいな使い方をしそうな感じではあるよね。でも何に引っ掛ければいいんだろう。はい、説明書を見てね、わかりました。わかった。半分わかったんだよ。っていうのも、まあミッションの内容がね、こと細かにね、あって、もうネタバレがあってね、このゲーム20ミッションぐらいしかなくて、で、8ミッションぐらいまでかな、なんか説明のヒントみたいなのが、ヒントというかほぼ攻略がね、書かれてて、やっぱここで良かったみたいです。で、ここでね、フラッシュライトっていうのをね、装備しないといけないんですけど、フラッシュライトね、ないんですよ。っていうのをね、5分10分悩んで、でね、セレクトボタンでこれやってんだけど、セレクトボタンをね、長押しすると、こうやってね、なんか上に出てきて任意でね、まあ変えることができると、ここにあるんですよ。わかんなくないですかこれ。これ説明書載ってないですからね。フラッシュライトを装備シートしか書いてないんですよ。なのにね、この通常のセレクトボタンのやつだと出てこないんですよ。これ無理でしょう。普通に。これセレクト長押しでこれやんないと出てこないって。地下鉄のセキュリティが解除できたわ。これで1階には行けるはずよ。このゲームちょっとふざけてんじゃないよと。これだって説明書見たってさ、これに気づかなきゃわからなかったわけですよ。やべえだろこのゲーム。完全にちょっと行っちゃってんだけど、ということでちょっと駅前まで行きましょうか。まあもしね、またなんか装備することがあって、これ、でもな、これミッション8ぐらいまでしかヒントないですから、わかんないけど、まあなんかあったら最悪、
れこれマジか、これリアルタイムじゃん。味方がいっぱいいるんだけど、どこ行けんだっけ。あ、地下鉄か。いいですね、リアルタイムはいいんだけどさ、これちょっと操作説明がさ荒いとか、これでさ出せよって思うよね。出せるようにしろよって、ライト。怒りしか出てこない今。だってもうここだってさ暗くて分かんないじゃないですか。だったらもうこれで行くしかないよね。はい。ローマンがウイルス爆弾を仕掛けたのは1階よ。発見したら教えて、 CBDC に伝えるわ。了解。ローマはどこだ。2階よ。ちょうどいい。 CBDC っていうのはその爆弾処理班みたいな感じなのかな。お、敵が、あ、そこに行ったのか。まだ他にもいるか。いる。まだいる。シャンドグ？あ、誰かに撃たれてる。どこだ？いっぱいいるじゃねえか。弾は？オッケー。ダメージも、お、ギリギリ受けていない。電車はどこ動いてんだ？あ、来てる。これ多分即死ですね。皆まで言うなと。よし、バレット帝軍。なんとかなるか。で、爆弾を探せって言ったな。あ、なんかピカピカ光ってるじゃん。あれか。チコチコしてる。ほい、ボーブ。発信機をつけた。CBDC を呼んで。もう向かってるわ。で、もう一個の爆弾も見つけないといけないと。なんか銀行にね、なんかあったような。あ、また。よし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 。敵は、通常の敵はそんな強くない。なんかボスクラスの敵が。すげえな、これ100発100中だな。100発100中マンだな。弾も、まあちゃんとやればそんなにね、ゴリゴリ使うような感じでも。ないしね。怖いのは敵がね、ショットガン、今のはショットガンか。ショットガン兵か。ショットガン兵とかが出てきて、5、6発ね。余裕で撃ってくるようなことがあるとちょっと危ないんだけど。ユジット。2階にも、地下2階かな？はい。ローマンが下の階に爆弾を仕掛けてるわ。わかった。武器は、何がいいのかな。足音がする。気のせいか。あ、ちょっと待って、これそこにいるんだけど、頭狙えんのかな。こっちからじゃないってことか。もしくはどこかにあれがまたボタンがあるのかな。また探さないといけないのかな。すごい。え、こういうのもできるんだ。ちょっと危ない。危ない。ショットガンバレットマックス。ショットガンどんどん使っていった方がいいか。そしたらこれ敵倒さないとさ、扉が開かないとか。あ、ではないな。ちょっとじゃあ初ショットガンね、パート多分これ2かもう3になってると思うんだけど、初ショットガンをお見舞いしたい。撃てるかい。お、一撃。お、すば、あ、撃ちた。素晴らしいじゃないか。いいですね。やっぱショック、やっぱね、ショットガンはこうじゃねえとな。ね、巷ね、最近のゲームのショットガンはまあ死なない。敵もね、ひるみはしないんだよ。ショットガンだっつってんのに。この威力。ね、やっぱ信頼性だね。で、どうする。そうは言ったが、行けるところ、やれることが、なくなると困るからな。とか、行けるところから、行くぐらいしかできないのかな。まあ、敵が、まあ、出てきても、まあ、24発。24人はまあこれでやれるってことだわ。23人、22人。当たらない。当たってない。よし。これは強えわ。
この、まあ、欠点としてさ、このでかい大きめの銃、まあ、サーマシンガン M16 もそうなんだけど、後ろ向いてるとさ狙わないんだよね。それが、まあ、困ったところでさ、あっ、うっそ、落下しまったなし。そうか、そういうのもあるのか。結構ライト使ってないとさ危ない場所が結構あるよね。まだいける、当たってない。でも戦闘に関しては結構スムーズに動くよね。これ PS1 のなんだろう、能力をまず限界までね使ってると思う。よし、これ強いよね。強いっていうか、うん、よくやってると思う。うん、多分カメラ映ってないとこでもやってくれてると思うんだよね、ちゃんと。あ、で距離がちょっと遠いと、まあダメージもね低いと。うん、悪くないんじゃないですかね。危ないか。お、危なかった。あ、こっちじゃなかったわ。まあ、ただちょっと探索が、あれ？これ爆弾？さっき見た爆弾かな？そうだね。じゃあ、もう一回さっき死んだところを探しに行かないといけないのかな？ここ死なないよね。大丈夫だよね。ちょっと待って待って。結構遠くまで、あ、遠くまで行けるけど見えない壁がちゃんと存在すると。大丈夫だね。そうしたら、やっぱさっき落下したところエレベーターがあったから、それを使えばいいのかな。結構ね、じゃあライトを使うのがちょっと大事になってくるかもしれないし、実際問題ね、これちょっと敵無限脇の可能性もねありますね。ちょっと待ってるとね、これで出てくるんですよ。まあもしかしたら、はい。ああ、やっぱ至近距離だね。相当至近距離から撃ってあげないと、ショットガンでもダメだと。でもね、近くまで行って撃ってあげれば、もう息の根は多分止まってるんで、そこだけはかなり評価できるんじゃないですかね。どっから来たっけ？こっちかな？ライトが大事だったら最初からでもさ、ね、そうやって言ってほしいんだよな。これはジャケットか。これなんだ。あ、そっちからか。危ない。あ、そっちじゃないんだ。そっちじゃないんだよ。オートのその怖いところはね、この狙ってほしいところに狙ってくれないっていうところなんだよな。でもだからってなんか自分で自分で撃った方が早いかな。微妙なとこだな。こうリロードガチャガチャの音がすごくいいね。ここどこだっけ。危ないか。相当危なかったよ。マップ見てわかんねえなこれ。もっと下に、あ、撃ちた。もっと下に行ける場所があるんだよね。それを探さないと。てかさっきどこ行ったんだろう。どこ行ったら下に降りられたんだっけ。それを探さないとダメだよね。ここだったっけ。ちょっとここはさっき行き止まりだったところかな。あ、そうだね。あ、一応連絡しないといけないから。ローマが下の階に爆弾。了解。一応カット、こういう場面のカットもできると。でまた足音がするんで、もう敵これ来ますね多分。ほら、イベントをこなすと、まあある程度また敵も再発するっていう認識で。ああ、これなんだよな。これなんだか、もっとうまくね制御したいところですよね。
ショットガンがさ、ちょっと怖いんだよね、これ。三角ボタン押すとさ、リロード、まずリロードしちゃうんで。あったよ、やっぱりエレベータースイッチ。ここか。これちょっとライト相当大事だね、本当に。でもちょっと難しくね、だっていつどこでさライトが必要かっていうのが分かんねえもんな。もうだから暗いところがあったら基本ライトを使うっていう後ろから撃ってんのにな、前から撃たれたやられ方なんだよなっていう、なんだろう、認識でいい感じなのかな。ああ、すごい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 、あの、×ボタンを押しながら降りたら今みたいに降りた日本語が不自由。ここは今地下2階になってんのかな。あ、そんな感じですね。となると I am here。 さらにキルローマ、あ、もうローマいるじゃん。じゃ自慢のショットガンで人生を犯してやろうぜ。あ、ごめん、撃ちた。5発が多いな。5発っていうのかな。撃てなかった。1発、2発。素晴らしい。美しいし、やっぱショットガンがいいな。何に置いてもまずショットガンだよな。フラッグジャケット。知ったことか。そんなものを吹き飛ばすのがショットガンだろ。発信機をつけるから待ってくれ。リオ、こいつは他のと違う。おう、タイマーが短い。おう、死ぬ。ゲーム、それは違うわ。まずい。ちなみにこれあの1時間やってますからね。Do you wish to save your game? 当たり前だよ、これもう。メモリーカード doesn't have a siphon filter file on it yet. Would you like to save one? ああ、まだファイルがないって言ってんね。ん?大丈夫か ?empty。大丈夫かな ?complete。ありがとう。しっかり作ってあるけど、なんかファイルは軽そうなイメージがある。エージェンシーディレクティブ。ネクストミッションは、爆弾処理班のツールを確保し、爆弾を解除。ルールは守れ。これセーブしてあるから、もう一旦中断してもいいのかな。ケイブ、ゲイブ、どっちかな。大丈夫だ。よかった。死んだかと思ったわよ。本当だよ。あいにくだな。ベントンに地下鉄は陽動作戦だと伝える。本当の狙いは他にある。ローマはどこだ。カメラが壊れてわからないのよ。1階へ向かってるのを見たのが最後。ギルドはトンネルを走ってたわ。ここからは出られない。他の出口を探す。でね、ちゃんと説明書見たらね、炎には触らないでくださいって書いてあった。まったく冗談じゃねえな。この野郎マンだな、本当に。見つけたら、もうショットガンの刑だな。2発3発じゃ済まないぜ。